はい、どうもこんにちは。アンティークコインマニアの渡辺です。今日はですね、アイザック・ニュートンの話をしてみようかなと思います。皆さんもちろんご存知ですよね、万有引力ですね。リンゴの実が木から落ちるのを見て万有引力をひらめいたというあの有名なニュートン、は現代のね物理学の父とも言われる人物なんですけれども、この人実はコインにですねとても深い関わりを持っている人物なんです。そのあたりのお話を今日できればなと思います。まあね、この科学革命にまつわる最も重要な人物の一人、アイザック・ニュートンなんですが、そのニュートンが実はですね、当時17世紀ですね、ロイヤルミントはあることに困らされていました。それは一体何かというと、そう、偽金ですね。偽造された金貨銀貨がとても多かった。そのためロイヤルミントおよび政府はとてもですね頭を悩ませていたんですけれども、実はそのニュートンがですねイギリスの偽金作りを激減させたというお話なのです。実はですね、なんかこういう本も出版されていまして、とてもね興味深い本なので、もしよかったらこの本ぜひ読んでいただけたらなと、非常に勉強になると思います。じゃあね、まずこのニュートンがそもそもどんな人なんだっけっていうお話、ちょっとね彼の人生振り返ってみようかなと思います。ニュートンはですね1642年12月25日クリスマスですね、リンカーンシャーのウールズソップというところで生まれました。当時のイングランドは、まあ、内戦だったり宗教ですね、この対立だったり、あとは疫病の脅威があってですね、混沌とした混乱した国でした。でこの中でニュートンは生まれ育ってですね、1661年にケンブリッジのトリニティカレッジっていうところの学生になりました。その時にね学校ではですね、まだ古代ギリシャのアリストテレスだったりプラトンなどの、まあ、古代の作家の作品を研究していたということです。ただねこれはね当時の若者からして本当にこれで合ってるのかということが疑問に思われてきた、またその疑問をね口に出してもいいような時代になってきたということで、彼のねアプローチは厳密に実験して数学ですね、数字を使ってこの自然科学っていうものを定義していくべきなのではないかというですね、自然哲学者っていうものですね、これをまあ提唱する新しい時代の人間の一人でございました。ニュートンの信念ですね、この言葉非常に面白いんですけども、プラトンとアリストテレスは私の友人ですが、私の最大の友人は真実ですという信念に基づいて構築されております。まあ、このね真実っていうのが、まあ今の科学とも一緒ですよね、ファクトを認識してそれに基づく理論が形成されていくという流れかと思います。このニュートンですね、イギリスのロイヤルミントですね、王立造幣局の局長を務めました。1696年から1727年に亡くなるまで実に約30年勤めておりました。実はですね2017年には生誕375年ですね、生誕375年を祝う、50ペンスのこれ銀貨も実は発行されていたりします。ニュートンはその自分のね科学的な知見を持って、コインのクオリティを向上させ、偽造をする人を排除しようということで活動をしてきました。ちなみにね当時のロイヤルミントはロンドン塔ですね、ロンドンタワーにありました。数々の囚人ですね、牢屋として使われて処刑が様々されてきた場所にあります。現在は移転してウェールズの方にありますね。彼の実績なんですけれども、まず1717年に1対 15.21 といういわゆるねニュートン比価って言われるんですけれども、金と銀の比率を定めた人物でもあります。これニュートン比価っていうのは金1に対して銀が 15.21 ということで、かなりキリが悪いですよね。ちょっとよくわからないですけれども、まあこれによってですね、ギニーの価値が21シリングに固定されます。最終的にはねこれゴールドスタンダードっていう金本位制ですねっていう基準に最終的になっていくんですけれども、その重要な一歩になっていったよということで、まあこれをきっかけに今でもねコレクターを魅了してやまないソブリン金貨っていうものが再導入されたりというですね、そういう機運が高まっていきます。ちなみにねこの時は日本は江戸時代で、日本の金銀比価は金1に対して銀が4から5っていうことで、まあ世界標準からしたら金の価値がね3分の1しかなかったんですね。なので幕末から明治初期にかけて、まあ大量の金が国外に流出しちゃったよと
いうなんとも残念なお話がありますと。ちなみにね、まあ、なんでロイヤルミントの局長になったのかっていうとですね、財務大臣に教え子がなったらしいんですよ。その教え子から、先生ちょっと忙しすぎるんじゃないと、少しちょっと研究から離れた時間とか体力的に余裕のある地位と職についてほしいということで、ロイヤルミントの局長の座に就いたそうですね。でもね、なったらなったで、まあ、ニュートンなんかめっちゃやる気出しちゃってですね、どんどん問題解決していってしまいます。まずね、通貨を偽造した人を逮捕しまくって、その人たちの汚職まで洗い出して処罰するということをね、もう明確に方針を打ち出しております。なんかね、当時10枚に1枚のコインが偽造だったらしいんですよ。なので部下の捜査員に変装用の服を与えたりして、おとり捜査とかもねしてるんですよね。これはもうさすがなんかこうシャーロックホームズの国という感じでしょうかあのでね、一番すごかったのが、偽金をねもう組織的に作っていたシンジゲートの親分ウィリアム・シャローナーっていう人がいるんですけれども、まあ、彼を、まあ捕まえて裁判にかけて大逆罪っていうのを適用して死刑にしたとエピソードがあります。実際にニュートンが造幣局の長官についている時はね、偽金作りが激減したそうで、コインのクオリティが劇的に上がったので、偽造する側がそれについていけなくなったということですね。ただね、相当厳しかったらしくて、品評会でこのコインで行きましょうって言って、で出されたコインをこんなんでいけるかふざけんなっていうことで、ニュートンが破壊したというエピソードも残っています。でね、ここに今ちょっと写真出ると思うんですけれども、これギニーの多分ね裏側を試し打ちしたんですけれども、まあ、1707年の6月25日ということになっております。彼が関わったから5ギニーですね、1701年のウィリアム3世のファインワークスって言われてるあれがなぜできたのかっていうと、このアイザック・ニュートンが関わり出したからというお話だそうですね。その他にもですね、安城のビゴって刻印されてるコインがありますね。これはビゴ海戦でスペインからイギリスが分取った戦利品、その金によって作られたコインだよっていう、その戦利品のですね証としてビゴって刻んでいるんですけれども、この時に得た金銀財宝ですね、これがロイヤルミントに運び込まれた時にも、その場にねアイザック・ニュートンいたらしいです。なんかね、この頃の資料っていうのは実はニュートンプロジェクトっていうものでいろいろ公開されているので、よかったらもっと詳しく知りたいという方は見てください。ただね、ニュートンは市場のね銀に対する金の相対価値っていうのを見誤ってしまったんですね。要はですね、低く設定しちゃっていたので、銀貨が溶かされて金貨と交換されるというような現象を引き起こしてしまったんですよね。これがね、まあ、計らずもイギリスが金本位制に移行するという原因になったんですけども、まあなんでしょうね、やっぱこう固定ってやっぱ難しいですよね。どうしても市場の流通量によってどんどん金と銀の価値っていうのが、まあ商売している人たちの交換のレートでは決まっていくので、やっぱ固定っていうのは難しいですよね。変動相場っていうのに徐々にねこの歴史がどんどんなっていくっていうのは、まあこのあたりからも納得できるかなというようなエピソードです。こんなね偉大なニュートンなので、よかったらねこの17世紀頃ですね、まあ1700年代の前半、1600年後半から1700年代前半のコインに関しては、ああニュートンのとか関わっているコインかもしれんなというふうに、ちょっとでもね彼のことを思い出してもらえると嬉しいなと思います。はい、まあね、そんな偉大なニュートンなんですけどね、すごい有名なですね南海泡沫事件というものがありまして、まあ、いわゆるねバブルですね、まあ、日本でいうとバブル時代とかいうですね、このバブルの語源にもなった南海泡沫事件というですね投資事件、みんなの期待が膨らんで株がぐわーっと上がった後にバンって落ちたっていうね、バブルの走りみたいな事件があったんですけれども、ニュートンはですねちゃんとここで大損こいています。はい、もうここが僕はね最後のオチとしてたまらないですね。なんでしょうね、こうどんな偉人にもですねやっぱ欠点があって、そこがねこう人物の魅力を引き出すというか、憎めないというか、チャーミングなところかなと思います。まあね、大損したニュートンにはうるせえという感じだと思いますが、はい、まあ、そんな人間らしいアイザック・ニュートンのエピソードも交えつつ、今日はここでおしまいです。どうもありがとうございました。はい、こういった話ですね、どんどん LINE とか YouTube で配信していきますので、どんどん登録していただけたらなと思います。ではでは、今日もありがとうございました。バイバーイ。